嗅覚。嗅覚とは、匂いの感覚のこと。いわゆる、匂いや、香りの感覚である。気発性物質が嗅覚器の感覚細胞を、科学的に刺激することで生じる感覚である。別の言い方をすると、化学物質を受容器で受け取ることで生じる感覚のこと。陸上動物においては、空気中の、水中動物においては、水中の化学物質を感知している。 人においては、鼻空の奥にある、球細胞により、電気信号に変換し、脳でそれを認識する。いわゆる五感の一つ。なお、嗅覚は、日本語では時に、収穫と言われることもある。一応、収穫も、言葉としては存在し、同じ意味ではあるが、嗅覚が正しいとされている。嗅覚は、特定の化学物質の分子を、 受容体で受け取ることで生ずる感覚の一つであり、五感の一つに数えられているところで、化学物質の受容による感覚としては、もう一つ味覚がある。両者の違いは、味覚が特定の対象に接触し、その接触面で受容が行われるのに対し、嗅覚はその動物の周辺に散らばっているものを受け取る点である。従って、遠くにある対象からも匂いを受け取れるし、 対象を遠くから知るためにも使われる。また、特定の対象のそれを知るために、わざと対象に近づき、さらにそれに受容器を近づけるということが行われることもある。哺乳類において、その受容器は花であるから、この対象の匂いを詳しく調べるための行動は、対象に近づいて行き、さらにその対象に花を近づけて短く、立て続けに鼻孔から空気を吸い込むという行為になる。 この行為を特に嗅ぐということもある。このように嗅覚は遠隔的に受け取る感覚なので、例えば食品が腐敗していないか、つまり目の前にあるものが食用になるかどうかを口に入れる前に確認するといった安全確認にも利用され、また土に埋もれて見えないものを探したり、遠くの様子を知ろうとしたり、気象のように捉えどころのないものを知ろうとするのにも使われる。 展示で、物事の雰囲気や、そこに何らかの予感がすることを、匂いがするとか、クソ想など、嗅覚に関わる言葉で表すこともよくある。他に、嗅覚は周辺に散らばっているものを受け取る、感覚であることを利用したある種の警報も存在する。例えば、人には、無色無味無臭で、感知できない LP ガスや都市ガスに、燃料としては不要ない溶化合物。 テトラヒドロチオフェイやジメチルスルフィドを加えることでガス漏れに気がついてもらえるようにするといったものである。嗅覚の気候については嗅覚受容体の正体が明らかになる以前から4つの説が提唱されていた。1980年代以降、分子生物学的な手法の導入により嗅覚受容体の正体が明らかとなっていった。2004年のノーベル生理学・医学賞は リチャード・アクセルとリンダ・バックの嗅覚受容体の研究にして与えられた。空気中の化学物質は、鼻空の天外、鼻中核と上鼻光スケの間にある粘膜、球上皮の球細胞によって感知される。この球細胞の細胞膜上には、嗅覚受容体である G タンパク強薬受容体、GPCR が存在し、これに分子が結合して感知される。 受容体を活性化する分子が結合すると、旧細胞の4チャンネルが開き、脱分極して、電気信号が発生する。この電気信号は、旧神経を伝わり、まず一時中枢である救急へと伝わる。さらに、ここから、全離上皮質、変桃体、床下部、大脳皮質嗅覚や、眼科前頭皮質などに伝わり、いろいろな情報処理をされてくさいとして認識される。 人では396種類、正常に機能しない、タンパク質を高度する二水電子を含めると821。マウスでは1130種類の嗅覚受容体が発見されている。それぞれの嗅細胞にはただ一種類の G タンパク、強薬受容体が発現している。そして同じ種類の受容体を持つ、嗅細胞からの、旧神経は、旧球,球内の同一の糸球体へと投射されている。 旧細胞の寿命は約20日から約30日である。旧細胞が次々に補充されていることから、旧細胞を適切な糸球体と結合させる、何らかの機構があると考えられている。それぞれの嗅覚受容体は特定の一種類の物質のみが結合するわけではなく、いくつかの類似した分子が結合できる。また、複数の匂い分子の混合物から構成される。 一つの物質は数種数十種の受容体と結合する。それゆえ、匂いの種類の認識は活性化された、受容体の種類のパターンを脳が識別し、匂いを感じている、現在の状況や期待をもとに、過去に学習された記憶と称号することでなされている、ものと考えられている。特定の匂いへの感覚は、個々人によって異なるが、この差は場合によっては遺伝子配列にまで遡る。 例えば、アンドロステノンは、人によって不快であったり、ほとんど感じなかったりすることが知られているが、この感覚の違いは、OR7D4 と呼ばれる、嗅覚受容体遺伝子の配列と相関していることが、報告されている。水生生物では、同様に水中の化学物質を認識する機構が、存在する。嗅覚疲労とは、嗅覚の感度が一時的に低下することである。 嗅覚器は他の感覚器官に比べて著しく疲労しやすい。ある一種類の匂いを嗅ぎ続けると数分のうちに匂いに対する感度が著しく低下する。しかし、その状態でも別の種類の匂いへの感度は低下しないのが特徴である。両生類、爬虫類、哺乳類においては、急上皮と異なる嗅覚に関する感覚器が知られている。これは、すきは器。 ベノあるいは、ヤコプソン器官といい、哺乳類では、鼻空の入り口近く、鼻中核の下部に、トカゲやヘビでは、口腔内に開口している環状の器官である。爬虫類の例えばヘビ等では、急上皮よりも、スきハナきが、嗅覚の主体であり、ヘビや、オオトカゲが頻繁に下を出入りさせるの、下に、空気中から吸着した臭い物質の分子を、スきハナきに運び、 外界の様子や獲物を探っているためである。しかし、ヘビやトカゲ以外の両生類、爬虫類、哺乳類では、フェロモンの需要が、月花器の主たる機能である。月花器にも G タンパク強薬受容体が発現しており、これがフェロモンの受容体となっている。フェロモンを受容した信号は、救急のすぐ上にある一時中枢の副救急を通じて、 脳の変動体や床下部に送られて、ホルモンなどの分泌に影響を与えると考えられている。人にも、すきはなきが存在していることが知られているが、胎児期に、そこに接続する、神経系の大部分が退化してしまい、一時中枢の、副休球,球も存在しない。そのため人では、この受容機構が機能している、可能性は、低いと考えられていた。 近年のフェロモン研究では、スキビ神経系は普通の匂いを感じる、嗅覚神経とは、独立した、副嗅覚系、アクセサリーアルファクテリーシステムと呼ばれている。スキビ神経系で感知したフェロモンの信号は、床下部に直接つながっており、大脳新皮質には届かないため、何かの匂いを感じたという意識を生じることがないまま、直接ホルモンなどに影響を与える考えられている。 また、ヤギやヒトにおいて、通常の嗅覚系で、フェロモン受容体の遺伝子が発現していることが報告されている。現在までのところその受容体が正常に働いているかどうかは不明であるが、突き放きだけでなく、通常の嗅覚系でもフェロモンを受容できる可能性があることが示唆されている。なお、フェロモンは、タンパク質が揮発せず、 蒸気のようううに匂いいいいととととして認識できないこかかから、フェロモンが、が呼べるる。ど議論あ嗅覚は、視覚や聴覚に比べると、記憶を呼び起こす作用が強いとデブラ・ゼルナー、デブラ・エー・ゼルナーらによって報告されている。また、イメージや色など記憶と調和する香りを知覚することによってその香りは強く作用することが知られている。人工嗅覚、または、 電子鼻と呼ばれる嗅覚の計測装置の開発が進められる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。